はい、どうも、エアコン野郎、デラくんでーす。はい、今日なんですけど、こちら。エコキュートのブレーカーが落ちます。どうすればいいですか？ということで、これね、実際に来たお問い合わせとかをもとに、ちょっと今回、撮らせていただきたいと思います。そのお問い合わせ来た時もね、結構大変なことがいろいろあったので、それも踏まえながらね、一緒にお話できればなと思います。どうですか？皆さんそういう経験ありますか？長野人どうですか？今のところないですね。今のところない。OK ですね。ブレーカーね、まあ古くなってくると結構落ちたりとか、気づいたら朝、あれ、エコキュートのリモコンついてないみたいな。そして見に行ってみるとブレーカーが落ちてましたとか、まあそういうこと結構あるんですよ。そういう時にちょっと焦らずね、どういうことが起きていて、そういうことになってるのかというのを皆さんが知っていれば、冷静に対処できると思いますし、怖い思いをしなくて済むと思うので、ちょっと一緒に見ていけたらなと思います。やっぱね、そういう電話でお問い合わせが来ても、電話だけでお話をして、相手を落ち着かせることができるのって結構やっぱ、まあ大変なんだね。なので知識を皆さんに持っていていただければ、これ別にエコキュートのことだけじゃない場合でも自分の中でね参考になると思うんで、他のブレーカーが落ちてた時とかね、うん、そういう時にも参考になると思うので、この知識ちょっとつけておいていただければと思います。はい、まずじゃあブレーカーからちょっとお絵かきしていきますか。ブレーカーっていうとみんながどういうものを思い浮かべるかちょっとあれなんですが、はい、これエコキュートとブレーカーを簡単に書かせていただきました。はい、これは本当にお家の中にあるブレーカーね。よくお風呂場とか、お風呂場の中にはないな、お風呂場のすぐ近くの脱衣室とか、まあ2階の廊下にあったりする方結構いらっしゃると思うんですけど、まあこういうブレーカーがあるじゃないですか。うん、でね、一番左に大きいブレーカーがドンと安全ブレーカーがあって、その隣に漏電ブレーカー、まあこれない家もあるんだけど、あと細かく1階リビング、2階洋室、2階和室、1階和室、トイレ、洗面所って書いて、その中に、まあ、電気温水器とか、エコキュートとか書いてある、例えばここにエコキュートのブレーカーがあったりして、小ブレーカーがあるわけなんですよね。うん。で、それ以外にも、こういったエコキュートの本体にも、どこかしら真ん中の窓みたいなところでブレーカーあったりとか、あとはこのヒートポンプ側の脇のカバー開けたところにブレーカーあったりとかするわけなんです。エコキュートが電気が動いてないと、うん、リモコンが朝起きたらついてない、お湯も溜まってないっていう時に、まあよく電話いただくんですよ。エコキュートのブレーカーが落ちてるっぽいんですけど、って言われた時、どこのブレーカーなのかっていうのがまずわからないと、対処ってすごく実は難しくて、どこが落ちてるかによっても、全然実は、呼ばなきゃいけない業者っていうのが全然違うのね。例えば、じゃあね、まあ、数字で割り振って言いますか。エコキュートのタンク、これ1番。ね。あと、じゃあこのヒートポンプの脇のところ、これ2番。これお家の中の小ブレーカー、ここ3番。あとお家の中のこの漏電ブレーカー4番。はい。これね、どこが落ちてるかによって全然起きてる出来事が違います。はい。ここら辺。ね、1番とか2番とかのブレーカーが落ちてる場合って、ほんと単純にエコキュートのリモコンとかもついてないだろうし、まあ2番だけが落ちてる場合っていうと、もうなんかエコキュートのリモコンはついてるけどお湯が溜まってなくてエラーが出てたりとか、あとこの3番。ここ落ちててもリモコンもつかない。リモコンもついてない状態。そしてこの4番。ここが落ちてるのがもう一番厄介で、4番のここが落ちてる場合はもうお家全体の電気がどこもついてないっていう状態になるんですよ。うん。なので、これのどこが落ちてるかによって全然対処法も違って、これってね、もう早い話、ここの3番のこのエコキュートって書いてあるブレーカーから、線っていうのがこのエコキュート本体にこう入っていってるわけなんだけど、これ例えば、まず、まあもうブレーカー落ちてんだから、まず電話をしなきゃいけないんだよね。何かしらのアクションを起こさなきゃいけないんで、電話をするんだけど、エコキュートの施工業者、もしくは電力会社、もしくは近くの町の電気屋さん。まあこういった電話をする先っていうのはいろいろあると思うんですが、例えば1番とか2番のブレーカーがここ落ちてましたと。いう場合ね。これって、なんでブレーカーが落ちるのかっていう話なんだけど、
基本的に例えば風の影響でとか猫がピャッてやってとか落ちることっていうのは、まあ、まずほぼないわけなんですよ。具体的に何かがガーンってぶつかって落ちるということは、まあ、まずなくて、基本的に物が悪くて中で漏電をしてたりするときに危ないと思って勝手にブレーカーがバツンって落ちるのね。ということはここも一緒、この小ブレーカーについてるこのブレーカーがパツンと落ちてるっていうことは、こっから先で何か危ないっていう出来事が起きてる場合ってここが落ちるのね、パツンって。で、これすらもくぐり抜けてこっち4番で危ないパツンと落ちてる場合って、もう無限に可能性が広がるわけ。もうここの落ちの場合は俺8個ちっちゃいブレーカー8個書いたから8系統しかないんだけど、この系統のどこかで漏電しているものがあるよっていう可能性につながってくるのね。だからこの3番までだったらまあ楽さ、ここの系統でバツンってブレーカーが落ちてるんだったら、このあたりで本体で漏電してます、もしくはこの本体に行ってるこの線、ここのどっかで漏電してますっていう場合だったら3番がバツンと落ちるんだけど、それすらもくぐり抜けて4番なんかで落ちちゃったりすると、もう例えばここキッチンに行ってるブレーカー、このキッチンなんてもういっぱいあるでしょ、もの炊飯器もあるだろうし、電子レンジもあるだろうし、洗面所に行けばドライヤーだってあるだろうし、掃除機使ってるコンセントだってあるだろうし、その至るところのどこかで漏電してて、なぜかここのちっちゃい漏電ブレーカーを通り過ぎてこっちでバツンと落ちちゃうみたいな、この場合がもう超厄介で、よくねお電話いただくんだけども、エコキュート工事終わった後、まあ2週間後ぐらいにブレーカー落ちましたと、ちょっと見に来てくれって言われて、まあブレーカーってお客様にどのブレーカー落ちましたかって言っても、まああんまわからないでしょ、普通わからないんで、漏電ブレーカーですか、安全ブレーカーですか、と小ブレーカーですかってわかんないから、やっぱ実際行ってさ、ここ落ちてたりするともう最悪なわけ。まずね、おのおのこの1番2番このあたりだったら物が悪い可能性、漏電してる可能性があるんで、1番2番だったらエコキュートの施工業者が例えば線つないだ時にミスってたりもするから、施工業者とか、あとは本体の中で何か漏電が起きてる場合だったらメーカーっていうのがこう来て直せる可能性がすぐあるんだよね。そこまではまずいいでしょう。次3番、ここが落ちてた場合、3番が落ちてた場合は、まあもちろん施工業者メーカー、これはもうそのまんま、施工業者メーカー本体が悪い可能性もあるから、これより先っぽだから、施工業者とかメーカーが来るのももちろんなんだけど、今度はここの線も関係してくるんだよね。でここの線ってお家のブレーカーから外に出て本体の近くに出てる線なんだけど、まあエコキュートつけるときにこの線っていうのをまあ再利用してつけることがほとんど、これを新しく流し直すっていうのはまあまず滅多にないんですけれども、この線がお家の中で隠蔽されてたりして、そのどこかで線が悪くなってたり、かじられてたりして線が切れてたり漏電してたりすると、もうここでももうどうしようもなくなっちゃうんだよね。お家の配線をやってくれたもうプラス電気会社ももう必要になってくるのね。はい、新築の時なのか中古で買ったのかそれはわからないけれども、新築の時にもう線を流してくれたその人っていうのが一番わかるわけだ。配線のもう図面とかも持ってるだろうし、どういうルートで流れてるかっていうのもわかるわけだから、まあその当時のこの会社がもうなかったりとか、どの会社がやったりしたかわかんない場合はさ、まあいろんなことやって調べる、電気屋さんとかなら普通調べられるんだけども、そういうところまで今度3番だと言ってしまうわけ。もうすごくめんどくさいことになってくるので、一番めんどくさいのは4番、これがもう超厄介で、これさ、ここで落ちたにせよ可能性はどこでも考えられるのね。だから逆を言うとエコキュートの可能性も全然あるのよ。だから4番で落ちた時っていうのはもう施工業者はちゃんと見なきゃいけないし、確認しなきゃいけないし、
メーカーも来て、メーカーは中身がちゃんとしてるかっていうのも確認しなきゃいけない。で、お家の電気配線やった人はもう電気屋さんも来て、線とか中に行ってる線が漏電してないかとか、そういうのも確認しなきゃいけない。どっかで線やっつけられたりしてないか、そういうのも確認しなきゃいけない。なんなら、末端でそれこそ使ってるドライヤーとか洗濯機とか、そういったところの器具も全部確認しなきゃいけない。なんならこのブレーカー本体がもう悪くなってるかもしれない。もう無限に可能性が広がるんだよね。なので、まずこのブレーカーが落ちましたよってなった時に、皆さんで見ていただきたいのは、何のどこのブレーカーが落ちたかっていうのを見てほしい。で、一番左のここのね、でっかいやつ、もうほら何アンペアとか、50アンペア、100アンペアとか書いてあるような、安全ブレーカーっていう一番でっかいブレーカー、これはエコキュートがなんか悪かったりショートしてたりすることによって落ちることは まずないから、ここがもうバツンって落ちてた場合、一番左のでっかいブレーカーが落ちてた場合はもう純粋にこのアンペア数よりいっぱい電気使った時にバツンと落ちるんで、それはもう皆さんのお使いの仕方が悪いだけ、もう電気使いすぎっていうこと、契約してる量より電気使ってるから落ちてるっていうだけの話なんで、それは皆さんが契約量を上げるなり電気を使う量を減らすなりしてあげないといけないんだけど、その手前の漏電ブレーカーとかこういったところの小ブレーカーでバツ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 落ちる場合はかなり注意が必要で、まずは電話ね、ブレーカー落ちてんだから上げちゃダメだからね、もう下がってる状態でまずは電話するんだけど、はい、中の人、今の話を聞いててどこに電話すんのって、ブレーカーがちっちゃいところパツンと落ちたらどこに電話する？中の人だったら電気屋さん。電気屋さん、それは何の電気屋さん？町の電気屋さん。町の電気屋、なんか近くでネットで調べて、そうだね、やっぱそうなっちゃうよね。だからそれぐらいの基本の知識っていうのは皆さん持ってると思うんだけど、何が落ちたかによって、例えばこれ1番とか2番のところのブレーカー、もしくはこの3番のエコキュート専用のブレーカーがバツンと落ちた時に、町の電気屋さんも呼ばれて行ってみて、落ちてるブレーカー教えてくださいって言われて、これでしたって言われたらクエスチョンマークなわけですよ。あ、これ俺じゃないなってなっちゃうわけなんで、なので皆さんもどこのブレーカーが落ちました、それを把握した上で呼ぶ業者、電話する業者っていうのをちょっと変えてあげないといけないんだね。でその中でどういうとこに電話するのかって言ったら、エコキュートの施工業者に電話するのか、電力会社に電話するのか、それと町の電気屋さん、電気工事会社に電話するのか、そういうのはこういうのを知識を自分で持った上で呼ぶところを変えてあげないと、来てもらったのに何もできずに帰ってしまうっていう可能性が出てくると、なのでまず落ちたら焦らず、ブレーカーを無理やり上げようとせず、なんか自分の力でね、たまたまこうやってうやって背伸びしたらパツンと落としちゃったとか、そういうんだったら別に上げてもいいんだけど、漏電してる可能性があって、もし落ちてるんだったら、漏電って結構おっかないから、電気が漏れてるわけだからね、送らなくていいところに電気を送ってるわけだから、そういう時は使用を一度中止していただいて、即電話だね、即電話で、その電話する先っていうのも自分でちゃんと判断して、間違えないところに電話できるようにしてあげてください。はい、今回ねこういった絵でちょっとお話しさせてもらったんだけど、これあったのよ、これ超最近あった内容で、しかも4番落ちてて最悪だったの。行ったんだよ、行ったんだけど、いやエコキュートの工事してからだなーなんていう話で、もう超ヒートアップ状態で行ったんだけど、全然関係なかったっていう。最後に言うとさ、もうね寿命だったんだね、ブレーカーもおかしくちょっとなってて、もうバツンと落ちて、なんだ原因ってなって、こう全部のさ器具とかのコンセントも抜いて、こう全部こう測ったりして、問題ないなってなって、ブレーカーこれ上げてんのにまた落ちるわけさ、バーンって、これおかしくねと思ったら、ブレーカーが悪くなってましたっていうお話もあって、もう本当に来た業者もだし、もうお客さん自身もだし、すごく大変な思いをするので、こう知識を持った上で呼ぶ会社を間違えないで呼んであげるといいのかなと思います。はい。ということで、今回エコキュートのブレーカーが落ちるどうすればということでお話しさせていただきました。いかがだったでしょうか。ブレーカーが落ちる、勝手にバツンと落ちて部屋の電気が消える、これはかなりびっくりすることなんで、みんなで知識持ってないとちょっと怖い思いするんだよね。漏電なんていう言葉だけでもかなり怖いじゃないですか。俺も電気ベーンってくるのかなり嫌な人なんで、工事してる時もね。
うん、なので皆さんもそういったことがあったら焦らずね、こう知識を持ってこうどういうところを読んですぐ解決してあげればいいのか、ね、自分の中でイメージしながら日々過ごしていただけるといいのかなと思います。はい、ね、こういった工事の裏話とかね、あとはまあ新商品出たら新商品のエコキュートのお話、あとはエアコンのお話、あとはまあ工事の時のやっぱぶっちゃけ話とかね、そういうの日々させてもらってるチャンネルになってますんで、ぜひ興味ある方はねチャンネル登録していただいて次の動画をお待ちいただければなと思います。あとね高評価とか、あとコメントね、こういう質問とかもこうコメントでボンっていただいて、それを元にこう動画を撮ったりもしますので、ぜひ気になることはねコメント書いていただければ、時間ある時にご回答なんてさせていただこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。ということでデラ君でした。バイバイ。